こんにちは、食事処さくらです。このチャンネルはいつものご飯をちょっと美味しくをテーマにした料理教室を開くことを目標に活動しています。今日はほっくりした長芋が美味しいオイスター炒めを作っていました。長芋って使ったことないよっていう方も見てみると意外と簡単なので楽しんでもらえたら嬉しいです。では早速いきます。まずは合わせ調味料から作ります。今日の主役、オイスターソース大さじ1、酒大さじ2、醤油小さじ1、甜麺醤小さじ1。これが甘みとコク出しになります。鶏ガラスープの素小さじ1/2、おろしにんにく1かけ分、おろし生姜 5g ぐらい、ごま油大さじ1/2。これをしっかり溶かしておきます。特に甜麺醤は溶けにくいので、そのまま炒めるとダマになっちゃう可能性があるので、あらかじめ溶かしておくと楽ちんです。これで合わせ調味料は OK です。一旦置いておきます。次はきゅうりの下処理です。今日はまるっと1本使いますよ。きゅうりはさっと洗うだけでも大丈夫ですが、炒めると青っぽい香りがはっきりするので、塩もみをしてきゅうりの青臭さを取り除きます。この一手間で仕上がりの香りが変わりますからね。塩を持ってきゅうりの全面に塩がつくように優しくゴシゴシしてください。これは振動圧って力を使って表面の水分を取り除いているんです。見てください。時間が経つと手についている塩がだんだん溶けて青臭さの成分と混ざってきて手が青くなってきます。これぐらいやってあげるのが理想ですね。そしたら表面についた塩を水でよく洗って、これで塩もみは OK です。最初と比べて少しツヤっとして発色良くなりましたね。これも塩もみの効果なんですよ。塩もみしたきゅうりは水気をよく拭き取ってから頭とお尻を落としちゃいます。落としたら斜めに5ミリくらいの幅でスライスします。この後で炒めやすい棒状にしますからね。さくら、きゅうりって本当に炒めて大丈夫？そのままの方が美味しいんじゃないの？っていう声が聞こえてきそうですが、炒めたきゅうりは少しジューシーでしんなりした分味が乗るのでむちゃくちゃ美味しいです。なので安心してください。全部スライスができたら2枚ほど重ねて、今度は5ミリくらいの幅でカットします。スライスしたままのきゅうりだと炒めるときにちょっと大変なのと、長芋もこの形にカットしますので、形を揃えると見た目も綺麗で一緒に食べやすいですからね。次は長芋の下処理です。今日 150g 使います。長芋ってこの時期よく見るけど、どう食べていいのかいまいちわかんないって方もいらっしゃいますよね。この動画で下処理バッチリですので、一緒に頑張りましょう。長芋の表面についているおかくず、これは食べれませんので、しっかりと水で洗い流します。水で洗ってから冷蔵庫で保存すると急激に傷みやすくなりますので、使う分だけ洗ってくださいね。おがくずが取れたらアルミホイルを使って表面のひげ根を取っちゃいます。長芋は皮を剥かなくても食べられるお野菜です。むしろお野菜全般、皮に栄養や旨味が詰まってますので、口当たりの良くないひげ根だけをアルミホイルで落としてあげましょう。これで長芋の下処理は OK です。意外と簡単ですので、ぜひ旬のお野菜を楽しんでください。よく水気を拭き取った長芋は1センチくらいの幅でカットします。長芋は滑りやすいので気をつけてくださいね。難しい場合は端っこを落として下を平らにしちゃっても大丈夫です。カットができたら長芋は滑るので、慣れないうちは1枚ずつ1センチくらいの幅でカットして、きゅうりよりちょっと大きめの棒状にします。長芋の方がきゅうりよりちょっと大きい理由は、長芋が今回主役なので、長芋のほっくりした食感にきゅうりのじゅわっとした食感をアクセントにしたかったので、ちょっと大きめにしてみました。これでお野菜の下処理は OK です。最後はお肉の下処理です。今日は豚ロースの切り落とし 150g を使用します。お肉は食べやすい一口サイズにカットしますね。部位はどこでも大丈夫ですので、バラ肉でももも肉でも細切れでも美味しくいただけます。ちなみにスーパーでよく見る細切れっていうのは、いろんな部分の切り落としを集めたものなんですね。カットができたら下味用の塩をパラパラしておきます。この後豚肉に片栗粉をまぶしますので、ボウルに移します。ポリ袋でもしっかり全面につけば大丈夫ですが、今日はこの後もボウルを使いますので、ボウルを使って片栗粉をまぶしますね。片栗粉は小さじ2杯分入れます。片栗粉が入ったらしっかり全面にまぶしてください。
まぶしたら炒めやすいように広げておくと炒めるときに楽ちんですよ。これで準備ができましたので、早速調理していきます。フライパンを弱めの中火にかけます。ちょっと多めの油を引いて、油が温まってからまずはお野菜から炒めていきます。長芋はしっかり加熱をすることでネバッとしたのが減って、ほっくりした食感に変わるんですね。なので全面にしっかり焼き色がつくまでだいたい4分ぐらいですね、じっくり炒めます。ここで下味用の塩一つまみ。下味って味をぼかさないためにとっても大事な役割なんです。でも食べた時に塩の味がするのは下味が強すぎるので減らしてくださいね。4分ぐらいじっくり炒めたら、長芋はほっこり、きゅうりは水分が抜けて旨味が詰まってジューシーになってます。これで一旦取り出しておきます。さっきお野菜を入れておいたバットはここでまた使うので、洗わずに置いておいてくださいね。同じフライパンを弱めの中火にかけます。同じように油をちょこっと入れて、豚肉を投入して、豚肉を投入したらなるべく急いで全体に広げてあげましょう。さっきお肉を入れてたこのボウルも後で使うので、洗わずに端に置けといてくださいね。豚肉は牛肉と違って中がレアだとお腹を壊しちゃう恐れがあります。なので全部色が変わるまでしっかり焼きがちですが、中心が透き通った赤じゃなくてほんのりピンクぐらいなら余熱もありますので、これぐらいで一旦取り出しちゃって大丈夫です。取り出した豚肉は先ほどのボウルに入れて、お野菜と別々の容器で分けておいてください。理由は後でご説明します。火のついてないフライパンに最初に作った合わせ調味料を投入して、フライパンの余熱を使ってニンニク、生姜に火を入れます。ニンニク、生姜のいい香りがしてきたら、フライパンを弱火にかけて、調味料がふつふついってきたところにお野菜からぶち込みます。お肉から入れちゃうと表面に片栗粉がついているので、お肉にしっかりタレが絡まって、お野菜にタレがあんまり絡んでないってなるので、お野菜にタレをしっかり絡ませてから、ここに豚肉もぶち込みます。しばらくぶち込んでなかったので思わずぶち込む連発してしまいました。すいません。フライパンを振るのが難しいよっていう方はシリコンの大きいスプーンがあるととっても便利です。これを使って下から上に食材をひっくり返してください。全体にしっかりタレが絡んだら、ここで火を止めて、最後に胡椒をゴリゴリ。胡椒は加熱すると香りが飛んでえぐみが出ます。なので基本胡椒は火を止めて最後にかけることをお勧めしますよ。これをしっかりと全体になじませたら、これでほっくりした食感が美味しい長芋のオイスター炒めの完成です。季節を感じられる炒め物になってますので、試してもらえたら嬉しいです。それでは盛り付けていきます。今日は忙しい時こそ炒め物、長芋と豚肉のオイスター炒めを作りました。長芋使ったことなかった方も、この動画で少しでも長芋を身近に感じてもらえたら嬉しいです。さくらの目標は一人でも多くの方に料理を楽しんでもらうことです。そのための知識を必死に学んで、学んだ成果でこの動画を作っています。なので皆さん私にありがとうって言ってくれますが、見てくださる皆さんの方がありがとうなんですよ。今日もご視聴ありがとうございました。食事処さくらはいつものご飯がちょっと美味しくなるように活動中です。チャンネル登録よろしくお願いします。